法暦十三年代名武漢スハラやモ平は、江戸時代の藩元。野号は仙勝坊、月下剣。万事元禄期より明治まで九代続いた。情報資本が幅を利かせる、江戸時代初期より、江戸地点として早くから台頭し、江戸出版業界最大手の地位を築き上げたことから、江戸を代表する書物問屋で、江戸書林の先駆けと呼ばれる。武漢や江戸切り絵図。 当の公的出版物を多く手掛けたため、書くものを手掛けた、つたや重三郎との対比で、吉原は、十座も平は、丸の内と読まれた。須原や一刀の総本家。須原やも平からは、のれんわけにより須原や、イ八、須原や、一米、衛、須原や、佐助などが出て、いわゆる須原や一刀が繁栄した。北畑氏、明治期は、松本氏を称す。須原や、 モ兵の本拠は、木の国有田郡、須原村で、屋号もこれに由来する。名字は、北保で、古くは、河内国高安郡、柿内村領主柿内氏に仕え、共に須原村に移り、機能した。柿内氏とは、江戸時代も深く結びつき、4.5代目は柿内氏の出である。また同村からは、材木省住か、原や各部へも出たが、血縁関係はない。 初代模平は、万事元年江戸日本橋通り一丁目に店を構えたと伝わるが、現存する最古の漢本は上京元年間の木下、吉都市長、武用弁略である。八吉三長は、万事年間に江戸に方向に出て、遠方末に独立して、店舗を持ったと推定する。元の国年の江戸像がの子には、左内町横丁の書物問屋として乗る。 サナ町横丁には他にも、大宮三左衛門、三スヤジンベ山口や次郎衛門、村上五郎兵衛が掲載されており、当町に書物問屋が集中していたことがわかる。元禄年中には、表通りの日本橋通り、丁目西側に、進出した。教法の改革では出版統制が行われたが、教法六年には、出雲寺泉城、西村一郎衛門、野田太平、大和屋太平、 小川わひ郎とともに、おぎゅうそらい、ろくさとる演技の売り広店に抜擢され、大とのつながりを鮮明にした。この時期には、情報資本と江戸地点の新興勢力との対立が鮮明化し、教法12年には、江戸書物や仲間中通り組より、新たに南組が独立し、類番禁止に関して構想があったが、三代目も平は、南組の代表人物であったと考えられている。 四代目勤務祭の第二は、石川豊重賀の墨釣り絵本、絵本江戸紫を観光するなどいよいよ流星を極めた。京柳の番場市場下がる書に仕込み点を設けたのも、この頃である。四代目守護は、家督相続がうまくいかず、全体的な出版不況もあって、家業も緩んだが、七代目、茂広が、出雲寺泉城との構想に勝利して、武漢出版権を独占し、 最高を遂げた。幕末には、文家に習って、役首相も兼業した。明治に入ると、大上官日誌や、大上官布告など公的出版物を任せられたが、自流に乗れず没落した。博文館との教科書入札に敗れたことが、契機とされるが、詳細不明。明治37年廃業し、支配人、鈴木宗太郎に書籍部が譲渡され、 京橋区南天馬町三丁目の自身の古福店を須原や書店と改めた。後に畳町十七番地に移転し、主に日蓮集や建築関係の書籍を細々と出版し、戦時中に消息を絶った。北畑草原二代目も平次元津と無災今日十一月、天明二年八月十三日、県清広武完成十一年十月九日、 健康協和3年5月19日主げる交代。天保9年2月7日、両や万延元年9月3日、三月地下、現職起用へ第百科辞典第3巻は遠方から、明治とする。ありがとうございます。